ございます。私はこれから韓国に行くので、今成田空港に到着して無事チェックインしました。北ウィングが搭乗口なのに南ウィングに行ってしまって、飛行機がないっていうところですごい焦ったんですけど、今回の韓国旅はもう完全に一人で、今まで一人で行ったことがなくて、基本的に友達とだったのでちょっと緊張してるんですけど、このバキハもね、今すっぴんなんですけど、すっぽり隠すことができて安心してます。何を食べようかなっていうのすごい悩んでて、ラーメンか寿司？すぐ隣にマックがあるので、マックを食べたいと思います。このバケットハット、これの他にブラックも作って2色作って、男性の方もすっぽりかぶれるサイズなのでおすすめです。ちょっと花粉症がひどくて、ちょっとのど飴を買っていこうかな。あと遊郭さんがいいかな。遊郭さん、今回はジンエアー。お、유명한가본데유명해요안녕하십니까안녕하세요안녕하세요映っていいかって言われたのでいいよって유명한가보다얘들아하트좀올려봐안녕안녕하세요저는한국사람입니다 야너이거세게줘감사합니다어코멘트코멘트어맛있어요 얼마예요 맛있어요아이이뻐요 감사합니다 아 이어폰 이어폰 잘 먹었다 어 멋있는 거 너무 멋있어요 지금 비행기入国の時に私の指紋が全然取れなくて、めちゃめちゃ汗かきました。何回やっても取れなくて、なんでなんだろう。これからカンナムのホテルに泊まるんですけど、そこに行くにはリムジンバスがいいらしくて、リムジンバスに初めて乗ってみます。ね、カンナム、カンナムステーション、ちょっと不安なのでちゃんとバス停に行こうと思います。1700円で行けるので、めちゃめちゃ便利。タクシーだとね、もうちょっとすると思う。まあ、確実にそのホテルまで行きたいっていう人とか、土地勘があんまりなくて、友達と来てて割り勘できるみたいな人とかはいいと思うんですけど、バスだと安くてすごく便利です。バス2時間半くらいかかりました。お腹空いて本当にやばかった。夕方の時はバスとかタクシーのほとんどので電車の方がいいかなって思いました。でも時間が7時前だったので、ちょっと空港に着いたの3時半なので、えっていう、飛行機2回乗ったっていうくらいの移動時間になっちゃったんですけど、旅の醍醐味ということで。久々の韓国、9月なんですけど、韓国多分これ30度ないです。めっちゃ過ごしやすいです。今回の旅行で宿泊するホテルがアンダーとホテルカンナムです。車が多すぎて分かれません。韓国あるある、あの信号とかもあるんですけど、ないところも結構多くて、あのね、自分のタイミングで渡らないと。でしかもこのアンダーズホテルキャンプ、アックションの駅がね、こうやって直結で目の前にあるので、あのまだ本当時間がないよっていう方とかはすっごいおすすめです。電車もね、だいぶ分かった。うちのわめちゃくちゃ重い。
ちゃめちゃ可愛い。ここで写真撮りたいけど一人だから撮ってくれる人がいない。エストヌーム、すごーい、すごーい。なんかカフェもありますね。ここがロビーかな。素敵すぎる、さすが五つ星。なんかすごい色味がめっちゃ好き。この水色とか温かみのあるベージュがすごい好き。おお、なんか自動的になんか開いたんだけど。はい、ということで早速ルームツアーをしたいと思います。まずね、入ってすぐこんな感じで荷物を置くスペースが広いですね。ハンガーもあってこんな感じで、お手洗いが綺麗、素敵。もう最近ね、お家をねホテルライクで目指してて、ここになんとこんなに大きな鏡が、すごい。ちなみに今日のコーディネートはじゃん、ミミシャトンの秋冬の新作のセットアップです。めちゃめちゃ可愛いんです。あ、ちょっとね飛行機色で若干シワになっちゃったんですけど、このボタンがねこうやってねついてて超可愛い。スカート単体でも可愛いし、まあ、もちろんセットアップでも可愛い。そんなにミニじゃないっていうね、いつももっとねミニ丈が好きなんですけど、なんだか高そうな壺と、オープン。わー、お菓子とかこういうねポットとかもありがたいですね。私絶対に寝る前ラーメン食べるから、韓国来ると。これさ、あれじゃない、マンゴーのかき氷じゃない、違うかな、違っても美味しそうで、なんだかフロントで英語で、めちゃくちゃ英語でなんかドリンクの話をされたんですけど、一体これはお金がかかるのかかからないのか未だ謎のままです。そしてこんな感じで机とベッド、大きいですね。景色は、おー、すごい。何、あのライトの感じとこの絨毯の感じがめっちゃおしゃれ。ここ写真映えするよ、頑張って自撮りで撮ります。そしてもう見てください、このおしゃれなバスルーム。え、あ、そういうこと、ここがシャワーのとこなんだ。めっちゃおしゃれで、ここでメイクできる。めっちゃいいんだけどこの作り。ちょっと本当に住みたいくらいいいな。ちょっとそうこうしてるうちにご飯の時間になっちゃうのでメイクしたいと思います。これなんだっけ、パルメギサル。え、パルメギサル、パルメギサル、パルメギサルです。やばい、やばー、みんなで食べてます。いくよ、この人たちで、やばい、なんか取り憑かれちゃったみたいな。韓国逃げた。やばいよ、もう無理、もう無理です、もう無理です。スマホサングラス、何、すっごいちっちゃいけど、あー、そっちの方がまだいい。さっきのちょっとやばい、これはやばいです。なんで、なんかすごい見て、ほらめちゃめちゃみたい。はい、帰ってきました。ちょっとほうれい線が気になりますね。めちゃめちゃ笑ったから、普通に夜ご飯食べに行って、その後韓国の友達と合流して、もう一回ご飯食べて、でもう一回その一回目にご飯行った子と合流して、ちょっとブラブラ散歩して今帰ってきました。で、メイクを落としたいと思うんですけど、メイク落としをなんと忘れてしまったので、韓国のコンビニ CU で買いました。じゃん、これね結構ね韓国の人も使ってるんだって。なんかすごいシトラスの香りがする。何枚飲んだろう、はい、なんかねマスカラはちょっと落ちにくいかもって書いてあったんだよね。お、いいですね。あ、落ちてる落ちてる。なんかこのホテルプールもあるみたいで行きたいんですよね。ただ一人でプール
行ってどうしようかなっていう、はしゃげないしなみたいな、まあ、そもそも多分こういういいとこのプールってそんなはしゃぐあれじゃないと思うんですけど、思ったより落ちてよかった。しかも意外と安かった、200-300円くらいだった気がする。滞在してるとなんとなくね、言ってることは分かるようになってくるんですけど、やっぱり韓国語話せないとね、何喋ってるか分かんないや。分かろうと努力するけど、やっぱり全部は分かんないから、日本の友達に会うとすごい安心する。はい、いたしました。なんかね、変な突っ張り感もなくて、なんか潤ってていい感じ。はい、お風呂上がりました。もう眠たいです。パジャマはじゃん、ミーシャトンの新作です。めちゃめちゃ気持ちいいの。これね、まあ、普通にあの外着として作ったんですけど、セットアップでこうやってね、でスカートがこうミーシャトンってロゴが入った、気持ちよすぎて部屋着にも使っちゃうっていう。でお風呂上がりパックはルルンピュアのクリアってやつですね。この間の韓国滞在の時もスキンケアいっぱいやるのめんどくさくてルルルンのパックを持って行って、4日間くらいかな、毎晩ルルルンパックで、朝もルルルンパックして帰ったら、マネージャーさんとスタイリストさんに、肌なんかめっちゃツヤツヤじゃないって言われて、韓国でなんか肌のやつやったみたいに言われたの。いや、何もやってないです。強いて言えばルルルンパックを毎晩売ってました。みたいな。なんか今回も持ってきました。でこうやってパックの合間に明日の準備とかもできるので、今日はね、まあいっぱい食べて一旦まあ韓国来たよみたいな感じ。ちょっと到着が思ったよりも遅かったので、明日はなるべくいろんなとこに行けたらいいなとは思ってます。明日の予定は、10時くらいに起きて、11時くらいにホテル出て、まあ、昼食べて、でまあ、ちょっとアップジョンうろうろして、行きたい美容院があって、その美容院に行って、その後もカンナムの駅近に行きたいな。 iPhone ケースとかに書いてある。明後日も用事があるから、明日は割といろんなとこ行けたら行きたいなと思ってます。だからその計画もしてね、寝たいと思います。では1日目終了、バイバーイ。